どうも、岐阜の異端児角です。今回は霊能者、霊能者ね、普通に霊能者。はい、この部屋はね、こんな感じです。生き霊とかね、やりたかったな。どうせなら霊能者進行大変やわ。夜の行動は、はい、まあ夜の行動ということで、皆さんぜひとも高評価よろしくお願いします。本当にね、高評価たくさんいただけると超嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、深夜夜も更け、モブ G が無惨。はい、あっ、アーニー死んだということは生き霊がサイコについたな。アーニーが生き霊やな、これ。話し合いということやわな。初日占いは、あ、初日占いありか。じゃあ占い死んだんかもな。占いか生き霊か、どっちやろう。バニラ占い、マイク君シロ、生き霊ってことでいいんかな。まさか占い2人とも黒なんてことはないと思いたい。2人とも黒だったりして、うん、人狼側が2人出てた可能性もあるでな、一応。まあここは出るしかないな。例の出るか。カミングアウト。さあ、まあまあまあ、結果対抗いないでしょう。ちょっと待ってな。マイク白の両方マイク白か。オッケーオッケー。ということはまあ最後だろうから、占いに最後出とるだろうから、マイク以外の誰かやな。占いローラーでもいいと思うけどな。占いローラーはなし。黒川ニートって何？ニートの方が太鼓噛みやすい。いきなりローラー。初日はグレイクか。うん、グレイ行こう。グレイ行くか。うん、マイク以外やな。マイク以外の誰かやな。メアリー、サンドラ、トーマス、ミカのどれかやな。サイコは潜伏してる。いやいやいや、どうだろうな。まあどっちの可能性もあるよ。どっちの可能性もあるね。あれはフェイとバニラがお互い占ったら、それはダメか。OK、 じゃあ指定していいか。指定はまあマイクは白やでなしだから、ミカか、ミカか、じゃあ、ステイミカやな。ステイミカで。
回避はなし。回避はなし。ゾーンが、うん、ゾーンが、フェイが、フェイ、メアリー、トーマス、バニラが、バニラがサンドラと、サンドラと、誰やった、トーマスでいいか。かぶるけど。これでいいや。OK。ゾーン OK、よろしく。ふぅ、大変や。トーマスかぶってる。まあ、絶対かぶる。うん、かぶるのしゃあないって。かぶるのはしゃあない。あれ、ちょっと待って。かぶるのは、しゃあない。しゃあない。だってもう他にグレーおらんでな。わざとかぶす。だって他におらんもん。読みで破綻わかる。うん、せやな。カリウドは30秒前。カリウドはわーとか言わんほうがいいな。カリウドは俺守れとか言わんほうがいいな。適当に入れる。どうぞ。俺めっちゃ真面目やな。霊能者になるとすごい真面目になっちゃうな。10秒前。あーく、これ何、この伏せ字何、バニラの。超守る。さあ、日没。ショーケー。まあ、ミカがな、人狼なら楽なんやけどな、夜の行動。さあ。あー。いや、もうきつい。もうきつい。めっちゃ割れとるやん。どういうことだ？メアリー2票？人狼がメアリーに、いや、どういうことだ？なんでメアリー2票？さあ、深夜も吹け。おー！ナイス。さあ話し合い。はいよ。ひょう割れすぎ。なんで？メアリーしろ、サンドラしろ。オッケー。ミカしろ。なんで？なんで？メアリーに2票入った理由なんやろな。メアリーに2票入った理由はどう考える？狼が合わせたとかではないんかな。いやでも狼やったら、待って、でも狼なら、あいつに入れることね。ミカに入れるでしょう。延長希望。延長希望。うん。延長希望。じゃあ300で投票先言うか。あ、ないか。投票先行っても意味ないな。行っても意味なさそう。
どういうことやろうな、メアリー、なんで、なんで、なんであんなに割れる。これで完全グレー、うん、完全グレーがトーマスだけなんだよな。トーマスだけやけど、する？うん。そうすっか。メアリー白のサンドラスだよな。わし、うん、つったらビビ、まあまあそう言うよね。うん、いや、トーマスだってさ、うん、いや、トーマスは絶対黒でしょ。うん、トーマスは絶対、絶対黒側。黒側でしょ。だ、そうじゃないか。だって、フェー目線やったら、うん、だって、フェー目線が、フェー目線は、バニラ、サンドラ、トーマスが黒やろ。トーマスが、黒側で、バニラ目線は、バニラ目線は、メアリー、トーマス、フェイが黒側だから、どっちにしろ、うん、どっちにしろトーマスは、トーマスは黒。ってことやな。だから今日ってゾーンいるか。今日ってゾーンいる。占いがお互いに占えればいいか。じゃあトーマス、トーマス釣りで、期待よろしく、期待よろしく。時短しんのか。めっちゃ頭使うな、なんか。死ぬか。投票。誰やろうな。時間切れ直前で占い先を言う。意味あるんかな。俺なんかフェイの方がムラめな気がするな。さあどうなるかな。10秒前。日没。
れトーマスだけ。トーマスはまあ人狼だ、人狼でしょう。夜の行動。え？サイコ？サイコなのか？いや、占いに両方狼が出てる可能性あるな。さあ、深淵王介マイクか、マイク借りるとかな。さあ、話し合い。結果どうなるんだろう。サンドラクロー、うん、なんで合わせんのやべ。まあでもバニラそう言うよね。うん、まあそう言うわな。そうなるよね。カミングアウト。サンドラカリウド。メアリーは。初日マイクで次レイ。うん。市民か。どっちやろう。ちなみにトーマスしろ。トーマスしろ。だから人狼にいるんだよね。なんだよね。どっちだろうな。これあのさ、メアリーに2票入ってたのがなんか鍵になりそうな気がするんだよな。やべえ、全然わからん。やべえ、わかんねえ。でもな、マイクがな、どうなんだろう。あ、レンがないんや。ほんでレンがないな。バニラ全然喋らんよな。でも俺はちょっとバニラサンドラな気がするな。バニラサンドラが白でメアリーフェイが人狼なんじゃないかと。異論しかない。いやでも今日守ろうとは思う。いや、それは、ちょっと待って、わかった。うん。いや、サンドラの言い分めっちゃわかるよ。うん。サンドラの言い分めっちゃわかる。言い分めっちゃわかる。うん。いや、完全、うん、そうそうそう。そう。霊守りと見せかけて、霊守りと見せかけて、完全白のマイクでしょ。マイク守ったんでしょ。守ったんだよね。
そうそうそう。いや、俺ちょっとサンドラ信じるわ。俺はサンドラとバニラ信じるわ。信じるわ。それメアリー入れる。うん、メアリーに入れる。延長希望。フェイ？なんでフェイ？なんで？メアリーも黒だよ、うん、まあいいや、まあいいや、フェイ入れるわ。なんかメアリーのてか、初日のね、メアリー2票入っとったのがマジで謎なんだよな。30秒前。初日にメアリーに2票入ってたのがマジで謎だから。10秒前。後で説明してほしい。さあ、日没どうなるかな。よし、来た。やっぱりやん。よしよしよし、フェイメアリア。10秒前。さあ、深夜も吹け。まあまあそうだよね。オッケー。さあ話し合い。 いい勝負やったな。まあいいよ、メアリー釣りで。よしよし、投票。危なかった、勝てた、よかった。あれやな、メアリーすっげえ淡白な人やな。なんか冷静沈着って感じ。このなんかあんま感情がない感じ、メアリー。10秒前。日没。勝敬。よーし、勝敬。よかった、霊能者で勝てた。疲れー。ショーン霊能者、メアリー人狼、バニラ占い師、アーニー生き量か。で、ミカ市民、トーマス最高、マイク市民、フェイ人狼、サンドラの狩人っていうことね。オッケー。あー、よかった。よかったー。いつポジやった。私のこと擁護してくれないと、フェイがおねえになっとる。ジジェきつかったな。ショーンとサンドラのセンス素晴らしい。でもミカありがとう、やった。よかった。てかマジ票割れすぎ、票割れすぎてビビったわ、ビビったわ。黒側は一回 DJ 出ると全て来る。
ミカに入れたの人狼側やろ。で、市民側が割れさせたよな、あれ。フェイに投票した。そうなんや。多分、フェイとバニラをお互いに投票したよな。メアリーズの私？え、なんで？あー、なるほど。あー、あえて人狼に入れたんか。あえて人狼に入れたのね。なるほどな。そうそう、白く見えた。そうそうそう。そういうことね。なるほどな。フェイはいろいろ考えとったな。うん。なんかすごい勉強になる部屋やったな、これ。超真面目にやった。割れすぎてメアリー釣られるとこだった。ほんとやな。なるほどな。うん。いい試合でした。じゃあ、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。それじゃあ、ありがとうございました。